はい、じゃあガシャを30連引いていこうと思います。いや、クルルギスザクに命じる、我が軍網に下れ。この30連でまず10連目、ユヒは別に出なくてもいいです。まあ別に出てもいいんだけど、あ、C2 がいるってことはこれ大当たり枠でしょ。いても立ってもいられないよ。ほら、迎えに行こう。引いていいのは爆死する覚悟のあるやつだけだ。あー、来なさい。このなんかさ、光の色でさ、わかるんだよ。なってるのが多分当たりだと思うんだけど、それ以外は多分星2とかだと。私はブリタニアで地位と名誉を手に入れてます。よく出るなお前。わからないことだらけで迷惑かけちゃう。シャーリーも1枚出たな。わからないことだらけで迷惑かけちゃうかもしれない。研究の他にも庶務全般を担当しています。あの、おにぎりにジャムを入れる人。困ったことがあったら研究の他にも庶務ゼロ。はいはい。わからないことだらけで迷惑かけちゃうかもしれないけど、まださ、これからよろしくね。総数が少ないせいかやったら被るんだよな。星2のキャラに限って。ただのメイドでございます。あ、サエコさん。そう。多少の体術と忍術、変装術は心得ているだけのただのメイド。星3とかでもよくない。ただのメイドでございます。そう、多少の。いや、まだ当たり来ないか。何、酒臭い。こっち知らねえんだよな。いや、あ、来た。お、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 誰だ。え、あれ、ジェレミア。この手でゼロを捕らえ、必ずやオレンジという不名誉を払拭してみせる。あ、オレンジに怒りを感じた時のジェレミアさんか。まあ、次は手は出なかったけど、まあでもジェレミアは結構使えるんじゃないのかな。わからんけど。これ被ったらなんかその、覚醒カードみたいなやつに変わるのかな。まだその辺のルールがよくわかってないんだけど、20連目。ジェレミア以外は もろ爆死だったな今。なんか C2 が出てきたら当たり、すごいよ、なんか確定演出かなと思ったんだけど。いやだ、引かれちゃう。そう、前も C2 が出た時に星4の引き方が出たから。あ、あ、なんかこれ違くない？当たりっぽくない？あ、なんか、あ、なんかレインボーになってるやつはいるじゃん。あれ星4でしょ多分。ただのメイドでございます。3枚目、ゼロのおかげで全てが変わった。評判の悪い奥義。お、あ、ここまでグランド炎を飛ばせさせれば、決めなかった、今なかった今。誰だよこいつ、知らねえんだけど。その復興を、平穏な日々を取り戻すことを、俺はルキと遠征当時に誓ったんだ。これ誰？いや、多分何かのシリーズの多分主要キャラだと思うんだけど、俺知らないんだよな。おい、お主、頭が高い。一体わらわを誰だと思って。こいつ見覚えあるんだけど。聞いておるのかこら。全然思い出せないんだよな。何？こいつも相変わらずわからん。わからないことだらけ。4枚目ぐらいかこれ今日で。あ、ナナリ、ナナリも被るな。お兄様がどちらにいらっしゃるかご存知でしょうか。お兄様全然出てこないのよ。気づいた時には。いや、これは、あ、起きた。剣の腕前は新選組一らしいんですが、僕から言わせるとみんなが弱いだけなんですけどね。シーズの起きた当時ってこんな髪長いのかな。オタクっぽいんだけど。おい、お主、あ、またこいつ。あー、コーネリアか。コ
私は弱者には興味はない。星4が出たけど、わかんねえんだよな。まあいいや、ラスト10連ダメだ、スザクにかけたギアスが効かない。どうかな、何が出るかな。あ、シースまた出た。でもさっき星3だったからな。いても立ってもいられないよ。ほら、迎えに行こう。確定演出ってわけじゃないんだな。頼むよ。あでも、まあ、金が2つか。ってことは星3であって星4ではないな、あれ。おい、お主。またお前かよ。多いな。ただのメイドリブさん。何？またよくわからんやつ。ここに呼ばれたのも何かの縁だろう。ギルバード。気候の目的のため。コーネリアの部下。ゼロのおかげで全てが。私はブリタニアで地位と名誉を手に入れてみせる。悪意を感じるな。ゼロのおかげで全てが変わった。そういうカップリングいらんから。あ、誰だ？誰だこいつ。今は居場所ができたんだ。なんか持ってた、持ってた。居場所ってやつが。だから命なんて惜しくね。俺が知らないシリーズに出てるやつだ。それが守れるんだろうな。私はブリタニアで地位。イエスだと奥義ばっか出る。これは？また起きたか。剣の腕前は起きた。かぶるな。はい、30連やって鈴崎は出ませんでした。はい、まあ星4が1枚出て、まあ、星3で今それなりに使ってるキャラがかぶったりしたんで、自分はなぜここに。こいつね、なんかせめてさ、どの作品出身なのかとか、そういうのなんか紹介してくれてもよくない。反逆のルルーシュに出てきてるやつはもう全員出たらわかるけど、他のやつわかんないからさ。だって異想転移とかもあんまわかんないからね。僕の役目は観測すること。ちなみにした程度だし、うん、まあとりあえずはこんなもんですね。ギギのことは何も知らないけれど、まあ、まだなぜか懐かしい匂いがしたんだ。キャラの総数が少ないんで、星2とかのキャラが被りやすくなってるんですけど。異想転移のキアス、僕の役目は観測すること。まあそのうちカレンとかその辺も新登場してきたりするとは思うんですけど。困っている人がいて、それを何とかできる力があるのなら、物語は進めてないんで、僕はその力を使いたい。ライトは貯めやすいかなと思うんで、また貯まったら、ガシャ20連30連ギギのことは何も知らない。やってる動画出そうかなと思いますんで、またよろしくお願いします。なぜか懐かしい匂いがしたんだ。